名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対広島東洋カープのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。まあ、そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、対エースの攻撃、どんな風に仕掛けていくんでしょうか。まずはドラゴンズの先発メヒア、名古屋ドームのマウンドに上がります。さあ、カープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。空振り、外は入っています。ノーボールツーストライクです。次のボール外すのであれば、その次のボールの伏線ですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。見逃して三振です。ワンアウトです。バッターは2番に入っている田中。メヒア、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上のピッチャーはメヒア、そしてキャッチャーは宇佐美。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。これが初球、アウトコース、ボール。外の低めに手を出しました。切れていきます。ファウル、打ちました。村松、アウト、ツーアウト。バッターボックスには3番野間。ツーアウトランナーありません。さあ、初球は何か。初球ストライク。改めてお聞きします、バッターボックスの野間、どういったタイプのバッターでしょうか。いや、やはりインサイド落ちます。ショートの横抜けた。ツーアウトランナー一塁。さあ、先制のランナーを一塁に背負います。バッターは小園、そして塁上には野間。走ってくる可能性もあるので警戒はしておきたいですね。どう動いてくるでしょうか。さあ、2球目は何か。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ、そうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。いや、痛いですね、先制のランナーですからね。やはり足のあるランナーは怖いですね。全くその通りですね。いい当たり、セカンドの右抜ける、ホームに送球する。ドラゴンズさらにピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。バッターは5番末永。ドラゴンズ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ、一打出れば先制という場面。まずは簡単にストライクが来ました。
次が2球目。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回の裏、ドラゴンズの攻撃です。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の大瀬良。さあドラゴンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。春下げ打席に入ります。さあカープはエースが登板ということになります。さあそのエースをドラゴンズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。初球空振りです。高めのボール切れました。ファールボール。見逃し三振、ワンアウトです。バッターは2番に入っている田中。大瀬良まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球は何で来るか。打ちました、ショートゴロです。取りました、ツーアウトになりました。クリーンアップが登場します。バッター高橋、ツーアウトランナーありません。打ちました、高いバウンド取った、一塁へ。判定はアウト、スリーアウトチェンジです。この回ドラゴンズ三者凡退です。2回になりますカープの攻撃。バッターボックス末永、ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。アウトコース見送っています。胸元へ決めてきました、ストライクです。ここは150キロを計測しています。引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスには6番菊池、まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。打ちました、取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。バッターは7番に入っている矢野、ツーアウトランナーありません。まず何を投げてくるか。いっぱいに緩いボールを入れてきます、ストライクです。これが2球目。外れてますか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。
打ちました。セカンドが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回カープ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。2回裏に入ります。さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。バッターは細川。ドラゴンズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。さあランナーが出ます。どう得点に絡めていくのか。バッターは5番中田。ヒットでランナーを1塁に置いています。高め打ちました。このフライは切れそうだ。切りました。ファウルボールです。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならない。打ちました。伸びていく。どうだ、届いた。先制のツーランホームランです。ドラゴンズ、白球高々と舞い上がり、名古屋ドームのスタンドに消えていきました。ドラゴンズが先制しました。2対0になりました。頼りになる男がやってくれました。スタンドギリギリの打球でした。この場面でホームランが飛び出しました。見事ですよね。先制点はホームランから生まれました。6番バッター、ディッキー。ドラゴンズホームランで先制しています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、しっかりと自分の役割を果たしてくれましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。初球打ち、これはスタンドへ入りそうです。切れました。ファールボール。この球は外れています。これもファウル。4球目は何で来るか。打ちました。ショートが取る。一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターは7番に入っている宇佐美。ワンアウトランナーなし。最初は変化球できました。ストライクです。2球目打ちました。さあどうだ、打球を追っているが、これはヒットになりそうだ。レフト線を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました。菊池一塁送球します。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。さあバッターボックスには先発のメヒア入ります。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。打ちました。
野間が掴んで3アウトです。しかしこの回ドラゴンズツーランホームランがありました。2回の裏2対0ドラゴンズ先制です。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか。どうでしょうね、監督の考えてる通りにアウトを取ってくれるってことですかね、まあ、先発だったら長いイニングをとにかく投げるってことが重要になってくるので、まあ、それでいて点を取られなければなおいいという、そういうことじゃないですかね。まさにそのようなピッチングを今日はしているようです。2球目打ちました。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁にランナーを許しています。そしてバッターはピッチャーの大瀬良。そうですね、何をやってくるかわからない時には牽制を投げてバッターの様子を見たいですね。なるほど、そうですか。送ります。打ち上げてしまいました。取りました。送りバント失敗。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、選球眼のいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。